ドラマ、談話、シーツということで、今日はですね、風間公親教場ゼロの第7話でございます。はい、7話でござもういます。折り課題返でごしざいてます。7みたいな話。感じで。7、はい。はい、折り7話返しでじゃすなね、いだろ、7もう後半だろ。後半戦ですね。あと折り返2、しは。3話で終わるでしいょや、折り返し終わりましたって言いたいう。うん、ところです。終わりまはしい、て。もうあっという間の7話ですね。本当に。風間、眼帯してるだけで済んでるけど大丈夫あれ。いや、あれは、めっちゃ痛いだろ。めっちゃ痛いだろ。あれ。眼だ球い、いに刺さっや、てるわけだけど。退院早くね。もう、眼帯してたけど。いや、あれですまんだろ。だっ眼帯というて、か、千ガー枚、ゼを当ててたけど、目に。千枚同士目に刺さったんだよ。はい。あれで済むか。マジで。本当まあに。ね、前回、救急車で運ばれて、北村君と離れ離れになるシーンね、あそこは最後、最後のね。ぐって見るんだよね、別れ病院でね、あれが見最るん後でにすよ。なるわけですよなね、彼るら。のか。まあ、そうか。まあ、教ま場だではちょっともうな手く、術中ということで、はい。教場ではなくなられた設定だったんだっけ、あれって。そうだよね。で、いや、花多を分な毎く回なっ見。て、なんか鼻に水やってたから、水やっまあ、てんだよね。そうだよね。そういうことよあね。れで生きてたら、あの花、よくわかんないもんね。あの花そう。は、なんだろうな、送ってなんだ。来てもらった花になるから。そうだよね。あんだっなに、て、こ昔、まめに水やる必要ない。そう、殉職した刑事がみたいな話でしたよね。確かね。と言ってたと思うよ。と言ったと思うよね。だからそうだよね。まあ、あんだけ刺されたら、厳しいかもしれないですね。確かに。そう。で、そんな中、今回は、白石麻衣さんが、指導員のね、あ、来ましたね。新しい、刑事でございます。割と、ええー、そ、うん。なんか割とのかり、ノリが軽いっていうかね。そうね、今回なんかすごいフランクだったね、白石さんね。風間、そう。刑事に、ノリ軽い割にちょっとよくできるみたいな感じの。そうだね。なんか、ズケズケいける感じの刑事っていうそう。か、確かに。賢い感じでね。の人でしたね。そうですね。なんか舞台役者のお話でしたね。今回はいや、ね。まあそう、劇団まあのざっね。くり言いますと、まあ、舞台俳優の、人がね、死亡したということで、刑事が駆けつけるんだけど、まあその事件が、なんだろう、自あ殺れ、寮なのかな？寮。寮いで、や、寮みたいな、なんか、とりあえず隣の、いや、寮じゃねえか。借りてた人っつってたね。なんか、借りてとりあえたずの部屋が、に男女二人がいて、で、急立に、ってそのた。隣の隣人が起こされるところから、ガーって始まって、始まる滝ね。本美来て織来て。さんに、来て来て来そう、て来てって言われ来てて、来てーっつって、で、どんくらいんだけどね、あの人は、2階から落ちてきて、で、そうゴね、ミつた箱つとかたいろいろはっつっ倒て。して、そしたら部屋でね、その友達がその首吊り自殺しようとしているって言って、で、早まんないでとか言うんだけど、ちょっとあなた警察、救急車と警察呼んできてって言うんだけど、で、そいつは急いで部屋に戻って携帯で、充電ないとか言いながら、充電ないっつって。電話なんか、して、で、まあ、4時戻っ間かかってきたんだたよね。ら、まあ、5分ぐらいかな。で、滝本さんが、首吊りの死体をギュッとね、抱えて抱きてしね。めて、上に上げて、そう、下に落ちないように上げる努力をしているところを、見せながら、まあ、結局は死んだっていうことになっちゃったんですけど、なんか、最初に隣人呼んだ瞬間に、ロープ切れば、話進んだんじゃないかと思う。いや、ゾウさん、僕はですね、椅子を置けようとね、思いましたけどね。足の、なんか、とりあえず、台を置けと、テーブルでもまず椅子でね。も、何でもいいから、とりあえず台を置いてやれと思いましたけどね。じゃあ、隣人がい、あの、首吊った瞬間に椅子を戻してあげて、で、ロープを切ってあげれば、もうそう全す部れば、話進んだんだね。全部、もう5分で終わりましたね。もう5分で終わって、死なずに済んだでしょ。死なずに5分でも
食いしん坊万で、あ歳れ？こぐれらいワイのヤー時は間がありま何っした。て。隣人が間違えてワイヤー切る可能性もあるんだけど。確かに、いやいや。人参はまずワイヤーに違和感を感じるだろう。あれっつって。で、ワイヤーはあっていいのか。芝居だワから。イヤーはあった方がいい。そうだよね。それ知ってんだもんね。なんか舞ただ台ワイヤのーき、首吊り装置みたいなやつで、まあ、うん。すぐ切れるロープを首に巻いといて、実は、そう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 。体につけたハーネス経由でワイヤーがね、上から吊るしてあって、まあ、そうこう、あそうたかそう。もこう、宙吊りになるんだけど、首を吊ったように見えるっていう、見まえるっあ、ていうからくりらしいんですよをね。利用して、まあ、家で、で、あれ何？隣人を驚かそうとしたと。いや、あ、だから、驚かそうというか、あれですよ、アリバイ、証拠を見せなかったんでしょ？第三者の。私はやってないっていう。自ああ、やっ殺だってないっていてう。証拠を見せそうたそうかっそたんうだ。じゃあ、そう隣そうそ人がいうそう。なくなった瞬間に、じゃあ、ね、うまくいったね、とか言いながら、ワイヤー切っ切って、ちゃいけないワイヤーの方を切って、切っ本当にて、首で、吊りさせた。そう、ズドンっていうことでしたらしいですよ。なるほど、なるほど。そうそう。それで、その理由があれでしょ？同じ主演の、舞台女優の主演の人を階段から突き落としたからでしこょ？ともあるっていうね。そうそうそう。それでも、なん秋か、元美織さんは過去にいろいろやっそうて、そう、や自ってた分の、から、その人、その今回、ね、首吊った人になんか、一緒の時間にいたこと言ってくれみたいな、そういうので、ただそれをバラされるからっていうので、やったらしいっていうね、ことでしたけどね。まあだからちょっと隣人アホだったってことね。そうですね。やっぱ臨時がもうちょいちゃんとしてたら、この事件を防げたということです隣かね。人、たどんだやっ臭かっぱ、たもん。だから、どん臭さを演じてんだよね。最初の二段ベッドから飛び降りるそうだ感ね。じとか、携帯そう充だ電されてなくて慌てる感じとか、なんか、どん臭いっていう設定を一個乗っけてんだけど、いやいや、これ隣の人が割しっにかりしは、てたらさ、助かったやんっていうさ。の割には、やっぱ風間刑事はね、最初の段階で見抜いてますから。やっぱね。風間本は人ね、ね。そう。手に、手にロープの麻がつい握手。てるっていう、そう。そことう。を、の、見越した上で、それを洗ったっていうのも見越した上で、握手するっていうね。あなたのファンですって。ね、最初だ、ね。確かそに。んなさ、舞台、結構有名な舞台俳優ってことなのかな？あんな結構でかいステージでやってるから。そうなんじゃない？やっぱ、結構もう、本田劇場ぐらい埋める人なんじゃない？多分。ああ、まあまあ、それぐらいだったらあれかもしれないけど、多分、いねえ、や、これはね、結構、そう、知そんら、な、あ確かんに、ま知らないような人だったら、シアター D 程度の感じじゃないね。ないからこれし。は。シアター D もないの？調べてない。え？嘘だろ？どうえ？だろうじゃない。ちょっと、ねえ。上が病院のシアター D ないのも。ないどうね。なってんだよ。いや、まだ、ちょっと。それぐらい程度で、風間が、ファンですとか言ってんだったら、お前絶対嘘だろうっていうのはあったんですけど、ああ、シアター D 程度でね。確かに。いや、見ていますっていう別に知らんやろっていの。絶対嘘だろうっていうのはあったんだけど、まあまあ、それぐらいう。でいや、大まきなあまあ。ところ。まあ、そういうことなんじゃないの？ねで、え、握手を求めたっていうのは、まあそうだろうね。で、まあ、そう、ね、あそこでさ、女優、あの、何？この滝本美織さんの方が、ほら、ありがとうって言ってさ、どの作品、ご覧になったんですかとか言ったら、風間のすごい戸惑ったと思うんだけど。そうですね。もう、わかんない。すぐ帰ったかもしれないです。以前何見たんですかとか言われて、やべって顔したと思うんだけどさ。そうだね。確かに。ちゃんと危やっなてかっほしたかったな。な。危なかった。いや、その中やっぱ白石麻衣さんがやっぱね、変な紐みたいな男と同居してますから。なんなんだろああ、いましたね、なんか。う。そうそベッドシーンみたいな、ちょっと、う。軽くね、ベッドシーンみたいな、ちょっと、バイト、夜のバイト大丈夫なのとか言って、で、ごにゃごにゃっつって、で、なんかごそごそ支度してるから、どこ行くのさ、いや、飲みに行こうかなと思って、とか言って。で、そしたら、ね、そんな、こう、ダメ男にさ、腹立てるかと思ったら、私も飲もう、みたいなこと言って、なんか一緒にね、飲みに行ったりしてたっていう、白石さんもどうこう、なっちょてっんだあれ。と、どうなってんだあれ。ちょっとなんかダメ男好きなのかもしれないね。かもしれないですね。でもなんなんかか、ゲームデータ消えたとか言ってもさ、全然なんか、うざがんないしさ。でもなんか、ね、尾行されてたらしいけどね。あ、どう尾やら。行されてたっけ？
友達かとか言ってたかな。なんか、うん。なんかとりあえず、変な事件に関わってんじゃないかなっていう、なんか振りはありましたけどね。うん。そうですね。ただ、なるほなんどかね。千枚通しの森山さんの展開はなかったですね。今展回開は。はなそかれっじゃなたかった。ね。それはなかったですね。今回は普通やっに、ぱ滝本さんのこう、演うん。技力というかね、その、いや、やばいな。こう、涙流すとことかね、その、容疑者を演じてみたいわ、みたいな最後のね。最後のとことか素晴らで、しいね。なんか笑いな素晴らがらしい泣くね。人みたいな。うん。で、うん。堀木本田さん真由がも素晴ら笑ってたしい。けど、あれ。堀田真由うん。が笑ってすたごんだい。けど、あれ。うん。伊藤さんはまあまあ、ああいう感じだから。この滝本美織見て、堀田真由が笑ってたんだけど、あれちょっと気になるな。なんだろうな。うん。ただまあ、そうね。谷本さんが良かったね、今回ね。うん。いや、なんなら俺、この7話、うん、1話から見たけど、7話が一番おもろいけどね。個人的には。個人的にはね。7話が一番いい感じですけど、ね。まあ、まあね、先週も良かったけどね。あれが、伏線が。一瞬、ガッキー出てきたけど、あれ何だったの？あれなんだったんだね。あれ一なんだったん瞬、だガッキー出ろうてきたよな。な。なんだろうな、あれ。あれ出ただけで何もなかったな。気になるわ。ああいギャうのラ多のいね、調なんか整だっね。たのかもしれないね。ギャラの調整だったええかも。ー、ああいうの多いな。まそう。あな。うん、うん、まあ、あこんな感じと、で、ちょっとこれ、YouTube に上げれるレベルじゃなかったな。どういうことですか？ YouTube スルーだな、これ。あ、YouTube スルー。YouTube スルーだ。あ、え、話、YouTube 話スのル内容的に。ー。そう。話の内内容容的に、的こに。れ YouTube スルーです。いや、だってもうしょうがないでしょ。だって、こういう、今回はいや、こうもういう内容だったんだこれから、なしでドす、ラこマれ。的に。もね。う。ないてんのよ。てんです。すいません。しょうがないです。ちょっとね。じゃあね。ということで、来今週か回ら気は、になる。うん。来週から、そうだ。なんかなんか、北予村さ告んので、事件を、終えとか言っうん。たけどね、最後のね。予告で北なん村さんの。か出てませんでした？ウィ誰ンですズのか？一人が。あ、小池徹平さん出てましたね。小池徹平うん。さん出てますね。ワットですね。ウワッィンズトじゃだないでね。す。W は合ってるけど。YouTube するだ。いや、俺もと思ったけど、よくワット出てきたわ。よ、あの、あ、わかった。なぜ俺がワット出てきたかは、カラオケで5センチっていう曲をよく歌ってたからだ。ワットうは。わ、はい。きっと、ありが誰とうもご歌ざいえまないだす。ろう、これ。ありがとうございます。はい。ということで、今回はですね、風間公親教場ゼロの第7話を追ってみました。ありがとうございました。